さあ、おはようございます。ただいま時刻は7時5分ぐらいか。7時30分。意外と経ってた。これからちょっとビュッフェに行きたいんですけど、髪型がこれなんで、ちょっとせっかくなんで朝風呂入ってから行こうかな。じゃあ外さ、結構いい感じにね、晴れてんのよ。ほら、まあ、若干曇りかな。でもまあ富士山ね、全然透き通って見えるんで、この絶景を見ながらお風呂入るか。朝風呂なんてなかなかせんよ。朝風呂、あ、行っちゃった。じゃあちょっとお風呂入るか。うん、バスタオル持っていくよ。乾いてるよ。いいね。寒いね。雰囲気あるわ、やっぱり。めっちゃ寒いんじゃない今。ちょっと開けてみる。うわあ、でもそんな寒くない。あ、でも寒いな、ちょっとな。お水を一杯飲みまして、あ、今8時だよ。9時までに行けば大丈夫だよね。え、遅く行くん？いや、もうショッピングでいいよ。あともう15分後ぐらいに出るよ。うん、ここで昨日ね、たそがれてたじゃん。だからこれプールね。これあれじゃない？あ、これあれなんだ。4月初旬から9月の、あ、7月ね、7月から9月までの間だって。これ緑が綺麗な時にね。いいね。さっきより笠雲が綺麗にできてる。なんかできてるね。今さ、猛烈に台をさしたいんだけどさ、なんかちょびっとしか出なさそうな感じもするしさ。食べて出す？いや、これさ、一口食べた瞬間にさ、速攻さ便意に襲われるパターンのさ、腹の痛さというかさ、わかる？だからさ、だったら思いっきりもう踏ん張りたいんだけど、風呂入ったばっかだからさ、したくないっていう気持ちもあってさ。結局するでしょ。いや、結局するんだけどさ。じゃあ今踏ん張り。その前にさ、ワカサギの予約しないと。9時からでしょ？いや、もう営業開始してる。そうなの？うん、多分。あ、はいはい。じゃあ10時くらいまでには、はい、向かいますので。あれ、おいしいよ。どこにある？下のパン屋さん。うん、パンダにある。わぁ、くたばれました。あ、どう、満喫できた？あ、マジで絶対。何？今から何すると思う？寝る。違うよ、違うよ。寝た。忙しい。あなた、髪をピャッて鳴らしてマッシュになれば終わりでしょうか。女、顔を作らんといかん。今日目が腫れてた。寝起き赤ちゃん。何赤ちゃんって何赤ちゃんってどういうこと？寝起き赤ちゃんなの。でもあと20分後に出なくちゃいけないんで。
あら、綺麗な富士山。違う、父母じゃねえ。頭にダマがついてるよ。何もうまだ、あ、そう、今取れた。あと3分。あ、もうできちゃった。今日薄い。ね、ここにもまだなんか、何、え、なんかなかったっけ。あれ、え、ちっちゃった。カッポちゃん。誰、カッポちゃんって何。ここがパカってこう、ちょっとおはげみたいな。そうすると何、カッポちゃんっていうの。カッポちゃん、うちのママいぼっこ。あー、もうやめて。じゃあね、ありがとう。か、寂しい。よかったね、この部屋ね。綺麗なお部屋。ありがとうございました。パサパサ、うるさい。さあさあ、すぐこれから隣のワカサギのとこで、あった、もうあったよ。もうあった。あれ、早っ。もう目の前や。並んでるね。ワカサギ釣りに行ってきたいと思います。行きましょう。ナチュラベースっていうところ。結構人いるね、うん、本当に人気なんだろうな。まあ、近いしね、ホテルから。近いね。うわ、うわ、怖い。どこ行くんだろう。あそこ、ではここから音声でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。こんにちは。これ一発撮りなんで、うん、もう修正とかしないから、もうミスったらこのまま載せるからね。あ、もうボサボサ頭。でもさ、どうだった、うん、さっき食べたリンゴ美味しかった。美味しかった。もう1個しか残ったやん。俺食べちゃったよね。なんか食べとった。なんか美味しいなと思ってさ、全部さっき食べちゃった、うん、なんかワカサギ釣っとっとよ今。関係ないんだよ。今の話いらない。今の実況をさ、こう視聴者さんにさ、こうお伝えしたいなと思ってさ、うん、あ、今釣り寄るとポタちゃんが。でさ、リンゴの味どうだった。リンゴ、うわ、虫。あー、もう出てきた。リンゴどころじゃなかった。リンゴだよ。あ、美味しそう。あ、今日はちょっとテカってるね。あ、ボッサボサ頭。やだー。で、どう、リンゴは。リンゴ？もういいって。あ、終わったー。